今回は生命保険と税金の論点について学習していきたいと思います。まずは生命保険料控除についてです。生命保険料控除というのは所得税や住民税の所得控除の話で、生命保険の保険料を支払った際に、支払った金額に応じた金額が課税標準から控除されるものです。生命保険料控除は保険の種類に応じて一般の生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の3つに分類されて、所得税の計算上最大12万円の控除を受けることができます。続いては保険金や給付金にかかる税金についてです。で、まずは死亡保険金にかかる税金についてお話ししていきますが、個人が受け取る死亡保険金は、契約者と被保険者と保険金受取人の関係によって課税関係が異なります。契約者が保険料負担者であるという前提でお話ししますと、まず、契約者と被保険者が同一人物である場合には、ある人が亡くなったことによって、その人が支払っていた保険料が、保険金に形を変えて受取人に渡るわけですから、外形上相続や遺贈があったのと変わらないということで、相続税の課税対象になります。それから、契約者と保険金受取人が同一人物である場合には、ある人が亡くなったことによって、自分が支払っていた保険料が保険金に形を変えて自分に戻ってくるわけですから、所得税の課税対象になります。ちなみに、人は滅多に死にませんから、所得区分は一時所得です。で、また、契約者と被保険者と保険金受取人がすべて異なる場合は、ある人が亡くなったことによって、生きている誰かが支払っていた保険料が、保険金に形を変えて別の誰かに渡るわけですから、外形上贈与があったのと変わらないということで、贈与税の課税対象になります。次は、満期保険金と解約返礼金にかかる税金についてです。基本的な考え方は死亡保険金と同じで、自分で払った保険料が形を変えて自分に戻ってくると所得税の課税対象になって、誰かが払った保険料が形を変えて別の誰かに支払われると贈与税の課税対象になります。で、なお、保険料の負担者が一時払い養老保険の満期保険金や解約返礼金を受け取った場合は少し特殊で、契約から5年を超えていると一時所得として所得税の課税対象になりますが、契約から5年以下で受け取った場合には 20% の源泉分離課税となります。期間が短い一時払いの養老保険は保険というより定期預金に近いですから、利子所得と同じように税金がかかると思ってください。で、次は個人年金保険にかかる税金についてです。で、まず、死亡保険金の課税関係は死亡保険と同じです。それから、受け取った年金は雑所得となります。年金というのは雑所得のキーワードですから迷わないようにしてください。続いては、法人における生命保険の経理処理についてです。法人が保険料を支払った場合には、その保険が法人がお金を受け取る可能性が高いものであれば資産計上して、法人がお金を受け取る可能性が低い、あるいは全くないものであれば損金算入します。なお、損金算入する場合には、役員や従業員が普遍的加入をしていれば福利厚生費として、
そうでなければ給料として扱います。それから保険金を受け取った場合には、個人に適用されるような非課税措置はなくて、すべて益金となります。次は長期平準定期保険についてです。長期平準定期保険は、満期が70歳を超えて、契約年齢足す保険期間 ×2 が105を超える保険のことです。保険期間が長期にわたる定期保険というイメージで、解約返礼金がたくさん貯まりますので、役員の退職金準備に向く保険です。役割としては、定増定期保険と変わりません。長期平準定期保険の経理処理は少し特殊で、まず、法人が保険料を支払った際には、本来定期保険は掛け捨てですから、全額損金算入しますが、長期平準定期保険は、最終的には解約返礼金がゼロになるものの、途中は解約返礼金が結構高くなりますので、保険期間の前半6割の期間においては、支払った保険料の2分の1を資産計上して、残りの2分の1を損金算入します。解約前提で加入する保険ですから、後半4割の経理処理をすることはあまり多くないですが、一応後半4割の期間においては、支払った保険料は全額損金算入して、さらにこれまで資産計上してきた金額を均等に取り崩して損金算入することになっています。で、それから保険金や解約返礼金を受け取って保険契約が消滅した場合には、その保険にかかる資産計上額があれば、これを取り崩して、受取金額との差額を益金または損金として処理します。これは、簿記を習っている方にとっては簡単な論点ですが、法人はお金を受け取る可能性が高い保険は、資産として把握します。その金額は、将来受け取ることができるお金の見込み額のようなイメージです。それで、解約などをして契約が消滅した場合には、これ以降お金を受け取る見込みがなくなりますから、資産として把握していたものを帳簿から取り崩して消去します。で、この時、資産計上していた保険金の受け取り見込み額と、実際に受け取ったお金を比べて、見込み額よりたくさんのお金を受け取った場合には、差額が雑収入、つまり益金として把握されて、逆に受け取ったお金が見込み額よりも少ない場合には、差額が雑損失、つまり損金として把握されるということです。ちなみに、定増定期保険の経理処理もこれと似たようなルールになっています。最後はハーフタックスプランについてです。これは法人が契約する養老保険について特殊な経理処理をする話です。で、法人が役員や従業員を被保険者とする養老保険を契約して、満期保険金の受取人を法人とした場合、通常は法人がお金を受け取る可能性が高いですから、支払った保険料は全額資産計上します。ただし、役員と従業員を普遍的に加入させて、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とした場合、死亡退職金や生存退職金を用意する福利厚生の意味合いが強いということで、支払った保険料の2分の1を資産計上して、残りの2分の1を福利厚生費として損金算入することができます。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。